雨の匂いに懐かしくなるのはなんでなんでしょうか。夏が近づくと胸がざわめくのはなんでなんでしょうか。人に笑われたら涙が出るのはなんでなんでしょうか。それでもいつか報われるからと思えばいいんでしょうか。さよならって言葉でこんなに胸を裂いて、今もたった数瞬の夕焼けに足が止まっていた。先生人生相談です。この先どうなら楽ですか。そんなの誰も分かりはしないよなんて言われますか。悪い人ばかりが得をしているのはなんでなんでしょうか。幸せの持ちかお金を含むのはなんでなんでしょうか。一つ線を抜けば辛さになるのはわざとなんでしょうか。青春って値札が背中に貼られていて、一国みたいなサスペンスを期待していた。先生どうでもいいんですよ、生きてるだけでいたいんですよ。うちも黒いともこの穴の埋め方は書かないんだ。ただ夏の匂いに目をつむって、雲の高さを指でどこ、思い出だけが見たいのはわがままですか。マジックに人が死ぬストーリーって売れるじゃないですか。花の散り際にすら目がつくのも嫌になりました。先生の夢は何だったんですか。大人になると忘れちゃうもんなんですか。先生人生相談です。この先どうなら楽ですか。涙が人を強くするなんて全部詭弁でした。ああこの先どうでもいいわけなくて、現実だけがちらついて